花霊米は、村上春樹の短編小説。東京期短集と題した、連作短編小説の一編として、新潮2005年4月号に、掲載2005年9月刊行の短編小説集、東京期短集に収録された。ハワイカウアイ島の花霊湾を舞台に、10年前のサーフィン中の事故で一人息子を失った、シングルマザーが希望を乱す姿を描く。 2009年11月刊行の長者事選短編小説集、目倉柳と眠る女にも収録されている。吉田洋主演で映画化され、2018年10月に公開された。村上は、新潮2005年3月号から6月号まで、東京期短集と題する連作の短編小説を続けて掲載した。本作品は4月号に発表された、その2作目。 各国語の翻訳の詳細は、ヤナ柳と眠る女翻訳及び、東京期短州翻訳を参照のこと。サチの息子は19歳の時に、カウアイ島のハナレ霊湾でサーフィン中にサメに右足を食いちぎられて死んだ。サチは、ホノルルの日本領事館からその知らせを受け、ハワイへ飛んだ。現地で仮装を済ませ、1週間離れの町に滞在した。 それ以来、サチは、毎年息子の命日の少し前に花礼を訪れ、3週間ばかり、滞在するようになった。それを10年以上続けている。ある日、リフエ空港の帰りにサチはヒッチハイクをしている、日本人の若者2人を拾う。6日後、サチは、花礼のレストランでピアノを弾いていると、ヒッチハイクの2人組がやってきた。彼らは、片足の日本人のサーファーを二度見かけたという。 ビーチから俺たちのことをじって見てました。ビッグブリュアーの赤いサーフボードを持って日本に帰る前の夜、サチは泣きながら思った。どうしてあの二人のろくでもないサーファーには息子の姿が見えて自分には見えないのだろうそれはどう考えても不公平ではないかその後、サチは六本木の地下鉄駅近くのスターバックスで二人組の一人と出会った。 彼は小柄な顔立ちのいい女の子と一緒だった。若者は彼女との間をぐっと発展させるためのいいアドバイスをサチに求めた。サチは女の子とうまくやる方法は三つしかない。一つ、相手の話を黙って聞いてやること。二つ、着ている洋服を褒めること。三つ、できるだけ美味しいものを食べさせることと答える。吉田洋酒園で映画化され、 LDH のレーベルハイブローシネマの配給により2018年10月19日に公開された。村上春樹作品の日本での映画化は2010年のノルウェーの森以来8年ぶりとなる。撮影は2017年の8月から9月にハワイと日本にて行われた。ありがとうございます。